はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパート時を支配するもの編ですね。アニメディオが復刻してきたので攻略したいと思います。パーティーと、ステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、そしてアタッカーのナイフディオですね。積もる恨み、ナイトラ、焼けっぱちをつけてます。そしてジジタロウですね。先導パワー、勇気、やらせていただきましたをつけてます。シーザー、最高知能、創生、死神の世界ですね。そしてディーパスですね。強制波紋の呼吸ですね。で、精神の継承、結ばれし愛をつけてます。そしてフレンドにね、入りを迎えております。では参りましょう。もう3部勢で、こうアビリティも含め攻略していきたいと思います。フレンドさんはね、つけてらっしゃる方も いるんでね、なんとも言えないんですけどもね、4部のアビリティもつけてらっしゃる方もいるんで、フレンドさんはなるべく使わないというようにしていきたいと思います。この開口じゃないや、エキスパートがね、先制攻撃が、開幕先制攻撃がいないのでね、ハイディオがいるっていうだけでだいぶ安心してね、できるのいいですね。ハイディオ の方がいいっていうこともありますね。ファイヤーボムがね、あれば、2ラウンドとかね、今から出てくる電柱とかもね、処理できて、楽ではあるんですけどね。この電柱ですね。この電柱が結構なダメージを与えてくれるんですので、ジジタロがいないとね、ちょっと困りたりするんですよね。さあ、なるべく離すようにしていきましょう。おっと、これはジジタロウが受けますね。しょうがない。先日ね、ゴータロウとゴー、ロハン&コウイチ君をね、引いたんですけど、トレ使うとかなりチートすぎるのでね、さすがにまずいかなということで、今のね、4部構成で行こうと思いました。4部構成じゃない、3部構成ですね、で行こうと思いました。これにしてもね、他の動画さんとかでもやってると思うんで、あまりね、参考にはならないかもしれないですけどね、本当にこういうのもありだよっていうのは、こういうのでやってましたですね、やってましたっていうことで動画を残したいなと思いました。ここはですね、ファッツがね、ものすごくこういちいちなのでね、体力が残っているのでややこしいので、なるべくねファッツを中心に倒していきたいですね。そしていい位置に、ストラハイムですね、いてくれました。範囲内に、ダメージを与えてきますね。自爆して死亡時なので、やらせてとかね、蘇生とか、俺だったらがね、必要だったりするんですよね。これだと関係ないので、どんどん行きましょう。今度危なげなくクリアできてますね。さあ4ラウンド、自己紹介も長いですけどね、これもしょうがないですね。さあ、このペースいきまし
ましょう。これが痛いけど、ジジタロンのおかげでダメージはそう食らってないですね。この時はね、ジジタロン持ってなくて結構つらかったんですけどね。持ってる今となってはやはり怖くないですね。さあ、そしてやってきました5ラウンド目。はい、見ていきましょう。決戦デュオですね。何が起こったか分かるはずもない、接触攻撃をしてきたユニットにダメージプラス、移動停止、弱点ヒット時に 発動しないですね、さらに、自ら別の場所に移動して周囲にのユニットにダメージを与えていきます。次に、スキルゲージスマッシュカウンターですね。スマッシュを受けるとカウンターとしてスキルゲージを減少させていきます。そしてコンボ数カウンターですね。コンボ数分のカウンターダメージを与えてきます。カーズですね。カーズが究極生命体の力、移動終了時にスキルゲージをゼロにしていきます。貴様らに明日はない。 HP が 30% 以下でターン終了した時に相手の残 HP に応じてダメージを与えていきます。そして並ぶヒットされるために自身の行動カウントが2減っていきます。まあこれも怖いんですが、一応ね、決戦リオにヒットさせるようにしておいてやればいいと思って、気を取り直していきましょう。まずは止めてですね、ナイフリオではない決戦リオに封鎖接触してもう打っていきましょう。すいませんね、まさかこんなところでやると。おっと、虹ドロやりました。これは何が何でもクリアしないといけない。さあ、変な編集点がありながら、やらなければならなくなりました。では見ていきましょう。ジョセフですね。貴様はこれも計算のうちか、ジョジョというですね、死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らしてきます。そして時を止めていないと、ウンドゥールがですね、反射音探知ですね、このスキルを持っているユニットがフィールド上にいる限り10コンボ以上で1ヒットごとにカウンターダメージが発生していきますので気をつけたいですね。まあ、あとダービーがね、かばってきたり、ダメージカットですね、そしてジョナサンがですね、策ではない勇気がですね、接触攻撃でダメージを受けるとスキルゲージがゼロになっていきます。まあ時止めは関係ないのでね、やってはいくのですが、さあこれでゲージがゼロになってしまいましたが、まあ開幕ね、5ゲージいけるので気にせずいっちゃいましょう。まずはマリッシュから倒し、今まではねゲージのことで悩んでいたんで、ハイディをねわざと落としてからやるっていうのも一つの手だったんですよね。さあ抜け策ですね、裏切ったわけではないですから、再起不能になると味方勢力全体の HP を全開し、攻撃力ですね 1.5 倍にしてくれますので、倒しちゃいましょう。そして前回アンドですね、ではありました、攻撃が上がりました。そして出てきました問題のジョセフですね、わしにパニックという言葉はない。死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らしてきますので、ゲージ募集ですねしてくるので、ここはシーザーですね。
さあこれでゲージ管理は楽になりました。一応ちょっと、この状態でどうなるか見てみたいのでやらせていただきます。あんまり関係ないですね。もうこのまま倒せちゃいそうですね。スマッシュだけでいけちゃいそうですね。いけますね、スマッシュだけで。さすがシーザー、バフが乗ると強い。そして出てきました、決戦ディオ、アニメディオですね。さあゲージは満タンなので満を持してディオに向かってアタックです。さあこれ倒しました。2枚抜きはなりませんでした。はい、変な編集点がありましたが、これで無事、終了させていただきます。いやよかった。そして落ちてくれてありがとうございました。今日はね結構落ちてくれたので本当に、なんか復刻してすごい大盤振る舞いだなっていう感じなんですよね。でどこまで、重なったというと出てこないですね。多いですね。もう R もねカットしていいと思うんですけどね。ちょっとこれだけ多いとねうざいっていう感じになってきますね。出てこない、出てこない、出てこない。そろそろ出てきてくださいよ。あ、出てきました。はい、急激お上がってくれました。ありがとうございます。最後まで動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またどこかの動画でお会いいたしましょう。本当にありがとうございました。ではナーサボタイ。